はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はこちらを紹介したいと思います。今回は、マウナさんの DM30 というこちらのね、えー、マイクを紹介したいと思います。今回はなんとね、アプリでいろいろ調整することが可能なマイクになります。で、マウナさんといえば、今この動画を撮っているマイクが、はい、こちら、ゲームウェーブ。これね、 はい。これ素敵なマイクでしょこれここで音量調整ができるんだね。わー。ほら、小さくなってく。ね。わーって大きくなって。これめちゃめちゃ使い勝手がいいんだよね。あと、上ワンタッチでミュートにもできます。これね。わわわわわわ。ほら、切れたでしょね。すごくね、使いやすいんだよ。 これすごく音がいいよって視聴者さんからも評判がいいマイクですでさらに今回はねアプリで調整可能なこちらのバージョンね今ここに提供いただきましたねさあどんなマイクなんだろうね今回はオープンボックス編ですいろいろできるんだけど撮影の問題があるんでね今回はいくつかの動画に分けたいと思います今回は オープンザボックスの動画になります。ね、はい、じゃあ内容を見ていきましょう。パパン、ね、はい、えー、マオのリンク、多応だよということで、ソフトウェアでいろいろ調整することができます。ボリュームだけじゃなくて、イコライザー調整することができるんです。すごいでしょで、ここのね、LED もカラーを変更することができるんです。アプリケーションで調整できるのが今回の売り文句です。すごいでしょね おじいこれすっごいワクワクしてるよ。これね、確かスマートフォンにも入ってるんだよ。これね、アプリが。パソコンだけじゃない。で、そのね、このイコライザーの波がね、まあ通常モード、ウォーって思わないと、ウォーって思わないと、ウォー,ーっていうね、なんかこういう波があるみたいで、<laughs> これは実際使ってみればわかると思う。今回はオープンザボックスの動画です、ね。 実用編でじっくりとやりたいと思います。はいでこれがね、あとインプットのこれトーンだね、<laughs> えっとねディープ、ナチュラル、ブライト、レガシー、ね、この4タイプあります。まあトーンがね、まあ,あのこうちょっと中高音重視、まあ、低音を下げるナチュラルはノーマルね。ね えー、ブライトはちょっとあれなのかないろいろ調整するってことだよ、ねまああのー、インプットがあるよってことなんだねそして、はい、今回はここダイヤルのボタンがついてるんですこのボタンで音量調整することができるみたいですこれもね、あのー、いいよねここの下にもちょっとギミックがあるんだけどこうワンクリックミュートね1回ポチってやるとこれミュートになるみたいです ここのところにね、LED がついてるんだね、これね。はい。ここが今ね、グリーンになってるけど、おそらくこれがレッドシグナルに変わります。ミュートになると、ここが赤くなる。おそらくこれをね、プチッて押すと、ここがレッドになるのではないかなと予想しています。で、ここはあのヘッドホン使ってるかどうかだね。で、ここがボリューム調整になるんだね、おそらくね。 ははいいじゃあ戻しましまょうでんでんでん、はい、そしてねマイクロフォンゲンエディジャストって書いてあるからね、うん、ゲンコあの音量コントロールだねであとはこれはロングプレーズモードスイッチって書いてあるから、うん、これはヘッドホンヘッドホンとマイクとこれ調整するスイッチがついてるってころだね とモニターヘッドホンボリュームエディジャストって書いてあるから、うん、あのヘッドホンのボリューム調整マイクのボリューム調整と別に独立してできますよっていうことなんだよこれね多分だよ合ってるかどうかわからないよ、ね、はいということで今回はここをね見るとちょっとズームしようかでんはいレ、えー、アルモニタリングということで 3.5mm のヘッドホンねこれここに付けることができます ヘッドホン、リアルタイムモニター視力により視聴に応じてヘッドホンでプレイすることもできますだゲーム実況なんかやる方なんかはねここのところでこうやってモニターをしながら、ね、おしゃべりをしながらやることができるということですはいそして 3in1 のボタンリアルなワンクリックミュートとマイクゲインコントロール調整可能 DM3 ではマイクの音量を実際に監視することも できますよっていうことなんだねワンクリックでミュートでボリューム調整とモニターどうするのかなこれはもう実践あるのみだねこれねはいそして LED のカラー RGB ねこれは7色から選ぶことができるのかなこれはねこれはねどうやって変更するのかなゲームシーン向けに設計したとこうの RG、えー、ライディングモードなんだね、えー、現実の世界でってことなんで まあここのところはちょっとおじ、マニュアル見ながらやってみます。で、必要としては今回のマイクはコンデンサーマイクになります。えー、っと、極性パターンはカーディオイルのマイクね、結構いいマイクになります。感度はマイナス4デジベル FS で、1kHz で 1VPA って、これ、あ,のあんまよくはわかんないけどね、こういうものらしいです。周波数応答は 20Hz から 20kHz となっております。 USB の仕様は USB2.0 ということです、ね。USB2.0 なんだね。はい、じゃあ実際に開封したいと思います。ね、はい、実はね、今回はここに用意してます。ね、はいパッケージはね、こんな感じのパッケージになってます、ね。結構カラフルなパッケージ。ねはい、マーノさんのパッケージ。あのね、これのパッケージも似たパッケージだったね。これね。はい、じゃあ開けたいと思います。 よいしょ。ほっ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 みよーね。はい、行くよーせーのポーンはい、出てきたよね。て、てれてれ,てれ、あ、重みがある重みがあるね。おーこれねー、 今使ってるのより重い。これ、鉄。ね。こっちよりもすごい重みがある。おー、安定性あるぞ、今回のやつは。そして、えー、これで、ね、付属品。ね。あとは入ってないです。じゃあ付属品見てみましょう。これすごいなぁ。 はい、この中にねケーブルが入ってると思うのでおケーブルすげえ <laughs> はいまずはねこれあのマニュアルなんだけれどもこれねマルチランゲージになってると思うのでジャパニーズランゲージは後ろの方にあると思いますねえー、っとジャパニーズランゲージはどこだ真ん中かなあ真ん中だこれそうだね はいここら辺にね、ジャパニーズランゲージがあります。ね、はいで、まあ、仕様とかいろいろ書いてるけど、まあ、マニュアルはね、ここにあるよっていうことと、あともう一個、アプリ。ね、えっ、ー、と、マウの公式と、えー、と、なんとかテクノロジーだから、アプリを使ってねっていうリンクがあると思うね。あ使い方説明もここにあるのでね、これを見ましょう。でね、アプリケーションをダウンロードして、 これが PC のアプリあとスマートフォンのアプリもあるのでスマートフォンのアプリとかアンドマーのこれはねマーのリンクねここに QR コードがあるのでここら辺でもおじいねあのアプリとか探したらマーオのってやるとちゃんとマーオのリンクですぐ出てくるよあの探すとあっという間にね出てくるよマーオのリンクこうでしょうこれね このストアを起動したら「魔王の」「モ王の」じゃない「魔王の」「魔王の」「魔王の」<laughs> じゃないもうねこれあの入力した方が早いね。 マオの本当ねほらねはいそうするとこのようにはいマオの管理がねこうして出てくるのでここのところでねマオのリンクがマオの app ってあるのでうんマオのマイクロフォンでいいかはいそうするとここにマオのリンクが出てきましたねこれ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 をねインストールするとマオのリンクが入りますグイーンと ね、はいそらくね登録して使うかもしれないんでちょっとあの見てみないと分かんないけどこれがマウンドリンクです、ね、はいじゃあ続きを見ていきましょうこれが USB ケーブルになります実は今回カラーの選択あのブルーにしました、ね、ちょっとね他にない素敵なカラーだったので この色をね、選んだんです。グレープ。まあ、グレープ、グレープではないね。はい。ケーブルが、素敵なケーブル。で、ほら、絡みにくい。ニュー。おーって。<laughs> 長い、ほら。長い。で、絡みにくい。ね。はい。こんな感じです。でね、 こっち側は USB のタイプ C になってます。こっちはね、タイプ A になってます。で、こここうなってるんで、ね、これはなんでこうなってるのかなあパコンって取れるんだね。うん、はい、先端で、ね、タイプ C になります。だパソコンでも使えるし、スマートフォンでも使えるよっていうね、そういう内容になってます。いいね。だこっち側が USB-C だからね。 いいね。視界勝手はいいね。はい。じゃあ本体いきたいと思います。せーの。えい、ー、ぴょーん。かっちょいきれい。ね。この、このね、ちょっと似てるかもしれないけど。きれい、これ。めっちゃめちゃいい。うわ、きれいなカラーだ、ほら。おー。か えー、おーここにほらマウナのログがついているここねこここうやってほら角度調整こうやってねこうやって下に向けたりとかね上に向けたり自由自在なんだねで裏はちゃんとほらこれ滑り止めがついてますこれ滑り止めねこれねシール剥がして使うんだろうねこれねよいしょ こうやっててシールを離して使いますおーいいね、素晴らしいね。じゃあ、滑り止め効果をね、ちょっと体感したいと思います。よいしょ。はい、これぐらいの厚みで、がっちりと円を描くように、あこれ結構グリップ良さそう。ほら、グリップいいよ。こう横には、横に対しては、ほら、 ね、グッてやるとこ横に行くけど結構しっかりとしたグリップですほらね今音聞いてすごいでしょほら重みもしっかりとあるすごいね安定しています重みがあるからねいやーこれ綺麗だな裏はちゃんとこうやってね入れるどこが入ってるんだけどこれ綺麗だよ見た目がすごく。

LED のチェンジねここかはいヘッドホン端子がここについてますで接続端子 USB-C がここにあってここで7色のカラーを切り替えるみたいそうなんだねでカーディオールだから方向性はこうだよね、うん、やかわいいなこれは左に回すと緩くなって 右に回すと、硬くなるんだね、これね。あ、いいよ、これ結構。かっちょえー、綺麗。すごく。なんか、ワクワク楽しくなる。ね。あ、しかもここでこう、回転すんのかな、これ。そうじゃないね。これでグッ、ぐっ、くって締めてねってことだね、これね。はい。 これで思いっきり安定しました。ね、へえ、かわいいなぁ。このカラーがね、めちゃめちゃ気に入った。これね。じゃあ実際に音声聞いてみる音声、ね。ちょっと待ってね。よいしょ。今回オープンボックスなんで、これはね、今回はお試しで終わるけれども、よいしょ。 USB の、ね、タイプ C をつけました。じゃあね、今使っているこのマイク、ね、と並べてみます。で、今、あのスマートフォンについているので、それと入れ替えるんだけど、今使っているこのゲーミングウェブね、これを外すと、スマートフォン、楽天ハンドの デフォルトのマイクに切り替わります。自動でね。だこの音声と比べてください。で、その後に、こっち付け替えます。ね。あ、こっちボリューム上げとかないとね。よいしょ。無限大に曲がるのか。はい。じゃあね、マイクを外します。よいしょ。はい。プラグプレイなんで、抜くとライトも一緒に消えます。どう これが今、楽天ハンドのマイクを使った音声です。声全然違うでしょう。ね。じゃあね、今回の、えー、っと、これなんだっけ ?DM30 だっけね。パコッと外して、USB-C。これをつけたら、もう、これに切り替わります。これね。これは LED がつくと思うので、注目してください。ね、よっ。パチッ。 お、来た。わ綺麗すごいきれいで今緑になってるので多分これ声が入ってるんじゃないでしょうかわわわわどうみんな音声パワーアップしたねいやすごいきれいだなそれでボタンを押すとミュートになると思いますわわわわ ははいミュートを解除しましたどうねあちょっと荷物来たはいということでね、えー、宅急便じゃなくてねあのガス屋さんだったね本当ねガスの営業だったねうちに買いませんかみたいなねはいまあ、それはいいとしてねはい音声どうですかでね音声のボリュームねこれあの止まるところがないんだけどこれで小さくなったりするの これで大きくななったりするのかなって、ね、これがねカチッて止まるところがないのでちょっとこれ見ただけだとねピカッと光ったからこれで限界かな。ね、であと LED のボタンがあるのでちょっとこれをね押してみたいと思います。これねこれ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 。じゃあボタン押します。あ消えたで赤になった。 はい、オレンジこれは黄色かなでグリーンでブルーでこれがこれがブルーだけどさっきのブルーはあれだねえっとアイスブルーっていうのかなこれが普通のブルーだよねでこれがパープルでこれがレインボーね これがぐる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 回るってことだね。はい。まあ角度も調整できるし、これがベースになると思います。で、あと、今、この撮ってる、この楽天ハンドにアプリを入れていないので、今回はここまでです。で、別の動画では、パソコンで接続する動画を作ったり、あとスマートフォンでこのアプリを入れた状態で、 イーコライザーを変えるとどうなるのかとか、そこら辺をねじっくり実証編を作ってみたいと思います。はい、今回はここまでお値段の方行きたいと思います。じゃあせっかくなんでこのマイクのまんま行きたいんだけど、これでもし音声入ってなかったらガーンんだけど、多分大丈夫だよね。シャットマイク入ってると思うけどね。はい、じゃあお値段行きましょう。今回はこのマウノさんの オフィシャルの直販のサイトになりますせーのドキューンはいこちらで今回紹介したね、このマイクはカラーが4種類あります4種類ですねお値段は49.99ドルとなっています色はねブラックとそして今回紹介したこのねこの綺麗なブルー紫ね、パープル ね、素敵な色でしょ、これね。これになります。これ、ここ置いとこうか。このカラーになります。そして、かわいいね、これね。ピンク。女子のライブ配信なんかは、これが映えるよね。ピンク。これもすごい、めちゃめちゃかわいい。そして、ホワイト。この4つのカラーになります。すべてお値段は同じです。 ドルとなっていますで今日現在ね、ね、えー、5月の23日現在、ねえーとね、レート見るとまあ大体139.09円なので140円でざっくりと計算すると大体6986円になります。ね すべての機能、今回は紹介しきれなかったけども、大体これぐらいのマイクだよということで、よいしょ、覚えていただければなと思います。今回のおじいのこのタイプは、このパープルになります。このリンクをこの動画の説明欄に貼るので、まし興味のある方は、直接ご覧になってみてください。あと、質問のある方は、元気なおじいね、いつもこのマウノさんのこのマイクは、 スタンバイして、ね、どっちかを使っているので、質問がある方は何かしら書いていただければ、もうそのまますぐに動画で対応することができます。い、ね、つでもど質問をお寄せください。そんだけで今回はオープンザボックス x 戦でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。ピょピょ